はい、どうもこんにちは。ガロです。勝ち発のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今日はですね、姉妹校勝ち抜きマッチのね、続きをやっていこうと思います。はい、ではね、前回のね、続きから、やっていきましょう。はい。まあ、次の方はね、過去の動画見て、もう見直したんで、わかっております。はい。こちらの一番上にいる、東月茶寮料理学園総帥、はい、食撃の相馬ですね。僕も大好きです、食撃の相馬ね。はい、もう終わっちゃいましたけどね、連載終了及び、まあね、はい、終わっちゃいましたけど、でオーダーの方、はい、でオーダーの方はね、いつもまあと違って、でね、最近ね、こちらのヒイラギちゃん使うようにまたなりまして、うん。でね、まあね、このヒイラギちゃんね、まあ、それまで UR が出る前とかも必ずね、オーダーに入れてたんですけど、まあ、ちょっと UR とか使ってて楽しいなっていう感じで、一時期入れなかったんですけど、最近またね、ちょっと入れるようになって。でね、まあ、このヒイラギちゃんの、まあ、最大の特徴としては、才能の方にある、指南役への一歩、レフトの時2点差以上で勝っている時、味方全体の学力が大幅上昇、ミートが大きく上昇というような感じで、まあ、打線がね、条件満たせば打線が強化されるんで、かなりそれだもんで、まあ、入れてると、まあ、入れてる方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、最近僕も入れ始めたということで、でまあね、中継ぎとか、まあ、もうね、入れてやっていきます。はい、ではね、やっていきましょう。もちろんね、オートで、はい、ああ敵見てなかったね。はい、敵のその状況はどんな感じでしょう。はい、椿ちゃんが、先発という感じですね。はい、でこちらの名前なんだっけ、キリちゃんね、キリちゃん、忘れちゃうんだよ時々、ど忘れしちゃう。はい、っていう感じで、まあ、エレナちゃんがいたりとか、そんな感じですね。ひまわりをついている。で、翼ちゃんは UR でいるけどひまわりついてない。で、ともっちがいる感じですかね。はい、まあそんな感じかな。うん、はい、まあ全員ね、ちょっと好調以上なので、まあ普通のもいたけど、まあ調子が良さげな感じなので、ちょっと気をつけないといけないかなというような感じですけど、うん、チャンスだけどダメでしたね。はい、でアウト、アウト、でアウト。はい、うーん、まあそんなにちょっとあんまり良くない感じでヒットで、うん、耐久で、減らしていきましょう。はい、スタミナを減らしていく。はい、で1、3塁ですね。はい、でどうだ、うーん、なかなかね、ちょっとね、良くないですね。打線がちょっと仕事してくんないですね。で、アウト、アウト、うん、三振。はい、はい、はい。ヒット、アウト、お、ヒット、お、葵ちゃんがヒットはでかい。はい、で、アウトになる。ヒット、ヒットでつなげるんですけど、しのくもちゃんがちょっと打ってくれないですね。なんとか打点の稼ぎところでもあるんですけど、ちょっとしのくもちゃんがそこちょっとね、2度ぐらいチャンス来たんですけど、ちょっと活躍してくれないですね、なかなか。1、2、3番が頑張ってくれるんですけど、それ以降がちょっとなかなかですね。まあ次からもうシンデレラハーモニー使えるんで、はい、ここでもう塁に出ましょう、さすがに。はい、さすがに出てくれる。でそれで、レナさんのさらにミート重視で、これでどうだ、点が取れるか入るかどうか。お、ホームランですね。はい、ツーランホームラン、さすがやるときはやりますね。はい、優秀ですよ、うちの。はい、さすがですね、もうさすがとしか言いようがない。はい、ヒットで、お、ヒット、ヒット、7回以降から爆発してきましたね。遅いんだよな、でももうね、取り返しのつかない状況だとそれだと遅いんだよ。今はまだ点入ってなかったからよかったけども。はい、で、まあ、耐久してみます、一応。ああ、でもいっか、まあ、勝ってるから。はい。で、まあ、勝ってるんでいいでしょう。はい。で、アウト、アウト、で、ヒット、ヒットになる。盗塁成功。だったら、前進守備じゃない。スタミナ温存で、まあ、ちょっとでもね、ゴロ率が上がるんで、あ、まあ、三振になった。そもそも三振。はい。2対0で勝ったということで。はい、まあね、ちょっと点が入らなかったなっていう感じですね。はい、1勝目ですね。
で、まあね、負けたらね、いつも通り負けた回数かける1回単発ガチャという感じで、いきたいと思います。ではね、続きまして、2戦目ですね。2戦目はこちらの、ゆきさんですね。はい、いきましょう。はい、相手どんな感じでしょうね。はい、投手の、これ、翼さんじゃないなんだっけ、ちょっと待って、今日やべえな、忘れが、野崎ちゃん、そう、野崎ちゃんがいるとで、中継ぎに、椿ちゃんで、翼ちゃんがいると。まあ、これ適正じゃないんで抑え、はい、まあ、そこが狙い目かなっていう感じ、うん、まあそうですね、みんな調子がいい感じですね。まあ、B プラス5なので、まあ多分ね、そのひまわり取ってないと思うんですけど、うん、まあ調子はね良さげだもんでね、B でも普通にね、負けることってたまにあるんで、うん、まあね、まあ油断はもちろん禁物でやっていきましょう。はい、で、はい、こちらもこれエラーで出塁、はい、でヒットで、ツーしていく、はい、で犠牲フライ、おナイス、でヒットヒットで、おツーベースヒット、3点、初回から3点を取っていく、はい、で4点目でで終わりですね。はい、4点目でね、もうね、勝てそうな感じであればもうね、飛ばしていきます。はい、でヒットで、ホームラン、はい、もう大丈夫そうですね、この試合は。はい4対3、はい、9で、でコールドですね。はい、10対0でコールドですね。はい、ありがとうございます。はい、で2勝したということで、で次3戦目ですね。はい、ちょっとね、全部ね、オートでは動かしますけど、まあ勝てそうだったら今みたいに、まあ流していこうかなというような感じ。はい、でゆうきさん次、監督名スタースクリームさん、お願いします。はい、3人目ですね。さあ、相手オーダーは、椿ちゃんじゃない、そらちゃんですね。はい、もう今日ボケがひどいな。で中継ぎには、あ、月固めで、投手陣は揃えてる感じですね。はい、でヒイラギちゃんがいて、で抑えに、エレナちゃんがいるというような感じですけど、まあUR がね、翼ちゃんと、しのくもちゃんと、花山ちゃんがいるような感じですけど、おそらくひまわりは取得してないと思いますけども、まあこれもね、 UR もね、結構そもそものステータスが高いんで強力なんですよね。はい、で調子がみんないい感じですね。でただね、そらちゃんはコントロール悪いし、まあおホームランでコントロール悪いんで、後々ね、まあ良くない感じになってくるのかなっていう気はしますけど、はい、でアウト、うん、初回3点、おーホームラン、ほらこれがあるんだよな、 UR はステータスが高いがゆえに、まあ油断はならないですね。やっぱり調子も結構いい感じなので、はい、でヒットで、お、3ベースヒットで点を取っていく、はい、4対1ですね。でまあ、2点差以上勝ってるんで、まあ、ヒイラギちゃんのね、バフは継続するんで、はい、でアウトでアウトでいいでしょう。はい、ここら辺はもう7-1-11、はい、点が取りきれないですね。はい、ちょっとね、点が取れなかったですけど、まあ、10対1で、まあ、勝ったということで、はい、いいでしょう。はい、で4戦目いきましょう。サクサクっといきましょう。はい、4戦目、4戦目は、スタースクリームさんですね。はい、キハキさんですね。はい、こちらの方4戦目やっていきましょう。で今日みんな比較的調子がいいですね。おみくじいいの引けたのかな。でまあね、UR が、いる感じですね。はい、天草ちゃんでパリーグコラボの、翼ちゃんが先発というような感じで、で中継ぎ抑えはね、花固めで、はい、ココちゃんと、塚原ちゃんがいるような感じですね。はい、でまあそんな感じかな。うん、まあひまわりはおそらく取ってないのかな、わかんないですけど。はい、でこれね、ここでもやっぱ見れるようにしてもらいたいんですよね、ひまわりのそのスキルの取得状況。はい、で試合が始まらないと見れないんですよね。でまあそうですね、はい、まあこっちはスキルは取ってないですね。で翼ちゃんは、ひまわり取ってますね。うん、強いんでね。はい、でまあそんな感じかな。はい、では行きましょう。はい、でヒットで出塁、はい、アウト、フォアボールで、うん、まあ4番5番がね、ちょっとね、そこ打ってくんないとね、困るんですけど
そこでねガンガン点取ってもらわないといつ飛んだって話だから、うん、でアウトでヒットで、ホームラン、おお、ヒイラギちゃんからホームラン出ました。今日1、2、3番が比較的頑張ってる感じだな、うん、4番、5番どうしたよまあでもあの爆発するときは爆発するんですけどね、うん、まあ、かなりねいいんですけど、まあちょっとねあのそこら辺が当てにならないなっていう調子っていうか、まあ運ですよね、うん、そこ頑張ってくれないとな。いやでも比較的なんか 1,2,3 番がやはりねその頑張ってくれてますね。先ほどのホームランといい、うん、つくもパイセンもヒットになってくれるし、じゃあミート重視でいきましょう。はい、レナさんミート重視で、お、タイムリーですね。はい、1点かな、1点のタイムリーヒットですね。はい、通常ので、ヒットで、打点を稼いでいく。はい、6-0 でエラーで出塁、三振でアウト、まあいいでしょうここも。はい、大丈夫でしょう。で0-0-0、点が取れなかったですね。はい、11-0で、勝ったという感じですね。はい、4戦目も、勝って4連勝ですね。はい、で続いて、ラストですね。次で、はい、でラストの方、スクロールしていき、こちらですね、一番上にいる、ヒロさんですね。はい、行きましょう。さあ、オーダーの方は、神宮寺さんが先発で、で、セカンドにキリちゃんがいるような感じですね。で、そんな感じかな。で、中継ぎが、椿ちゃんで、翼ちゃんってこれ、抑えもだっけ、これ。どうだっけか、みんな、なんかさっきも抑えにしてる人いましたよね。うん。まあいいでしょう。まあちょっと試合見て始まってからちょっとスキル見ていきましょう。ゆかりちゃんはどうなんですかね、これスキルが取ってるのかな。ひまわり取ってなさそうですけどね。はい、取ってないですね。であとは、キリちゃんもひまわりは取っていない。7回までであれでしかあのスキルが発動しないですよねこれね。はい、なので8回以降からはまあガバガバになってくるんじゃないかなっていう感じですね。はい、でアウトでヒット、ヒットでアウトでヒットで出塁、ちょっとダメだな、満塁に、なんとかね走力、がね低いのか分かんないですけど、うん、ツーベースヒットで1点を取っていく。はい、で葵ちゃんがちょいちょい打ちますね。はい、でアウト、ヒットで三振でね、葵ちゃん今日絶好調だもんでね、かなりいいんですよね。はい、で2点目に取っていく。はい、で、アウトで、アウトアウトでアウト、うん、で 2-0 ですね。 2-0 のまま動いていく。あ、ヒットで、で耐久で、中継ぎに変わったんで、これでスタミナを減らしていきましょう。はい、でヒットで、でミート重視。はい、ミート重視、さあどうだ。はい、アウトですね。はい、まあね、翼ちゃんよりかはね、それヒットになる率は明らかに少ないので、まあ、それはしょうがないなって感じですね。で翼ちゃんの場合はあれ6回までっていう制限で、で走者がいない時にミート重視すればもうほぼ確実にヒットが出るよっていう感じなんで、まあ上位互換っていうわけではないんですよね。はい、あ、今強振やればよかったでヒットで、でヒットで打点をつないでいく。はい、ツーベースヒットで 5-0。はい、いいですね、いいですね。はい、で成功、三振、アウトでアウト、うん、いいですね、良さそうですね。はい、あといいでしょう。はい、5-10-0。はい、でこれ一応コールドですね。はい、という感じで、5連勝したというような感じでね、前回じゃない、またね次もね、続きからね、やっていこうと思います。それでは今日は、姉妹校勝ち抜きマッチ、やってみたでした。バイバイ。